はい、先ほどです、今日も一日お疲れ様でしたって感じで歩きましたね、結局は。まあタクシーも2回乗ったんですけど、外国人価格かけてくる感じであんまり触る感度は今しと思いつつ、見てください、これ学校なんですけど、こんな素敵な建築です。それから僕が泊まってるホテルもすごいいい建築なんですけど、他にもですね、ちっちゃなんですね、まあ、フランスでいうと一つ星ホテルぐらいの感じなんですでしょうけども、それはですね、非常にかっこいい石造りのファサードがあってですね、僕は本当にちょっと感動しました。ちょっと歩いてみましょう。あんまこんなところでね、実況してるとやっぱり怪しいところだってね、警備員でも呼ばれたら大変なんで。ちょっともう夕暮れですね。寒さは僕が一枚着込んだんで、中に少し和らぎましたね。手はやっぱりかじかみますね。それと足先が冷たいっていうね、感じです。はい。なかなかね、大通りはものすごい広いですね。地図で見たらですね、ラム切ってるんですけど、やっぱここは大陸ですね。もうね、道路のね、幅がね、やっぱね、きついですね。1キロだとかね、1.5 キロだとかね、Google Earth でもね、嘘やろって感じで、もうね、足がね、本当に豆できるんじゃないかっていうぐらいね、歩いちゃってますね。飽きませんな。はい。なかなかね、でも趣深い街ですね。サマルカンド、やっぱことだけあってね。日本で言うと京都みたいなもんですよ。はい。これからついにですね、まあ今まで4食分ぐらい抜いたんですけど、ついにご飯食べたいなと思ってます。まあまたお腹壊すかもしれないですけど、これ以上絶食すると、ちょっともう行動を続行できないかもしれないんで、まあそんな感じで頑張りまーす。さあ、ちょっとホテルの方に戻ってきたんですけど、途中で力尽きてですね、レストランに入っちゃったんですけど、そしたらまあすぐお客さん出てきたのは一組いたんですけど、他には誰もいなくてですね、しかも暗いというところで大丈夫なんでしょうか。ちょっと不安ですね。で、これはなんかおすすめのベジタブル、なんでしょう、煮込みみたいな感じですかね。こんなパン、これまたでもちょっと違うんですよ。ふにゃふにゃしてるね。これ赤ワインですね。どうも甘ったるような気がしますけど、飲んでみましょうか。匂いがね、甘いんだよね。うわ、なんだこれ、これ美味しくない。うわ、これなんだこれ、後味が悪いわ。なんだこれ、ウォッカ混ぜたような、なんかに梅酒みたいな感じだね。ダメだねこれ。ワインがあんまりまずすぎるって言ったらですね、コニャックに変えてもらいました。このコニャックはね、うまい。甘口で、何これ、同じワインから作ったのかな、わかんないですけどね。で、これね、冷たいんですよ、かなり。いまいちなんですけど、その冷たさが。ただ、多分シャンツァイが入ってて、あとはナスとね、玉ねぎのね、煮込みみたいな感じですかね。もう、茹でてから2日ぐらい冷蔵庫に入ってましたみたいな感じですけど、まあまあ、でもうまいですね。さて、ついに来ました。自社陸、すごいですね。これ芋、肉。うわお、この玉ねぎと、あとなんか下にこれ、パリパリしたのはなんか、食べるのかな、食べないのかもしれないな。多分普通に小麦で焼いたやつですね。さて、このラム肉なんですけど、めちゃくちゃうまいですね。びっくりします。ブリブリで肉質もいいですね。でちょっとね、これ辛いのかな、多分ケチャップですね。さあ、こっちの玉ねぎの方がいいや。これね、焼きたてうまいですね、シシャリク。結局食べちゃいました。まあね、結論としてはね、1、コニャックはうまい。これね、コーヒーリキュールみたいな感じの味がするんですよね。なんか本当不思議ですよね、この琥珀色の色してね。割と安いんで、お店で買っておこうかなと思いますね。ラム肉もね、ブリブリしててね、うまかったですね。2回目なんですけど、タシケントで食べたのは小ぶりでね、まあ、多分早く焼き上げるっていう意味だと思うんですけど、ここはもうでっかいのがね、ブリブリしてましたね。時間かかりましたけど、この店ね、暗いんですけど、結構ね、面白い建築力の上の方とかの装飾が
この写真の切り方でも全然意味わかんないけどね。まあ今日土曜日なんで普通は人がもうちょっといるのかもしれないですね。はい、ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。